本当に勉強ができなくて。はい。で、家庭教師をつけたり、ええー。いろいろやってたんですけど。はい。もう今、その受験の。高校を決めろと。えー、はい。もうそういう状況になってきて。はい。学校の先生からも。はい。あの、志望校を決めろ。 ま、私立の滑り止めとか、で、目指す、その、公立の高校、をどうするのかっていうことをすごく狭ま、狭まれてて、はい、で、息子に対しても、まあどうにか行くばくか、勉強ができるようにというか、 どうにかするために、まあ、家庭教師をつけてみたりとか、はい、やっては見てるんですけど、はい、やっぱり、まあ、本人は頑張らないというか、はいはい、でもその私立の高校に行くとなると、はい、すごく遠方で。はい すごくこう電車も乗り継いで遠、ええ、いうところに行かなきゃいけなくって、はい、で一度そのちゃんと頑張らないといけなけ頑張らないといけない、うん、えっと公立、はい、に行かないけなくってその私立の方で ってその私立の高校の方に行くのにすごく遠方だから、はい、一緒に電車に乗ってバスに乗って、はい、道のりを本人と一緒に行って、うん、そうしたら本人ももうこんな遠いところまで毎日通えないって言ってちなみに片道どんぐらいなんですか 2>, 2時間ですね <laughs> <laughs> 2時間です。<laughs> ですごいその、今、はい、えっと、自宅はすごく田舎の方で、ええええ、ですごいあの、都会を経、はい、て、そこに、その高校に行かないといけないので、ええ、で、本人ももう田舎育ちなので、はい、その、もう都会のあの、雑多な人だらけのところを,、はい、を通って、 学校に行かなきゃいけないっていうことを、まあ実感したようで、はい、そこには行きたくないって言うんですけれども、うん、で、その、まあ、まあそこよりは、やや偏差値が少し上のその私立高校、うんはいあ、私立じゃない、公立高校は自宅からすごくちょっとまあ言って1時間かかるんですけど、はいはい、遠いですね。 遠いですけど、うん、でも、まあ、田舎方面ということで、うん、そんな雑多な場所を経ていく場所ではないので、うんはい、そちらの方を目指すとは言うんですけど、うんはい、どうしてもなんかその本人の頑張る気持ちが、はいはい、うん,うーん なんだろうな生まれないというかんとその偏差値って、えー、と本人は足りてるんですか、はい、足りて足りてないですねその私立の方に行くのであれば、はあ、洗顔ならは絶対行けるけど弊願その田舎の田舎の公立と、うん 町の私立とってなると弊願、うん、だとその町の私立も難しいみたいなことを学校の先生から言われて、うんはい、でもきっとその町の私立に行ったら、うんはい、もうなんて言うんでしょうみんな笠田市の子なので。うん 3年間きっと頑張りきれないだろうなと、はい、例えば通信はないですか通信はあるんですけど、はい、すごく、はい、その私の子供が引っ込み事案というか、はい あのー、うんなおさら通信の方がよくないですかコミ,ュコミュ障な子なんですね。なおさら通信の方がよくないいんですけど、うん、だからだからなおさら通信の方がよくないですか,か通信の方がいいんですかねうんっていうか何かほかに何か趣味とか何かあるんですか お子さんは趣味はもうゲームばっかりですね。ゲームばっかり。でゲームうまいんですか。ゲームばっかり。スマホスマホで、はい、ゲームをしてて。はい。どんなゲームやってるんですか。でそこの世界がすごく大事みたいです。はい、あだからどんなどんなゲームやってるんですか。ロブロックス。ロブロックス。うん。何ですか、はい、ロブロックスってどんな感じのゲーム。 私もよくわかんないんですけどなんかいろんなコンテンツがあるゲームみたいで、はい、その中でなんか車を走らせる車の中運転をするゲームみたいなところでいろんなまあ年齢の方々と付き合いがあってなんかそこはどんなしくやってるみたい。 かもしれないですこれ俺もやってみようとへー <laughs> はい <laughs> なるほどねですごくそのゲームの世界を大事にしてるので、はい、なるほどまあそこは制限したくないというかこのゲームだとでもプロゲーマーになるっていう,う感じではないですね まあそういうのじゃないと思います。なるほど。はいはいはい。はい。でもなんか。んで、本人的には、車が好きなので、うん。はい。まあ高校、高校のことはあまりこう、はい、ちゃんと分かってないというか、<が>そ,うそういう進学、はい。車が好きなんだったら、はい、工業、工業高校、車科がある。 工業高校とかダメなんですか。それがもう、うん、なんていうんですか、通える範囲ないんですよね。それもまただいぶ田舎ってことですか。はい、ど田舎です。ちなみに一番近い高校ってどのぐらいの距離なんですか。一番ち、うん、一番ちっ はい、うん、工業高校いや工業高校とかなく一番近い、はい、えと高校数、はい、単純に偏差値関係なしで偏差値関係なく,なく一番近い高校は、うん、えっと公立の高校で本当に徒歩で行けるような場所に一つあるんですけれどもあえじゃあ徒歩何分ぐらい、ね、もうそこにそこは徒歩15分ぐらいですかね,すねえちなみにコンビニまでどれぐらい、はい コンビニはいえー、コンビニも15分ぐらいですかね徒歩はあ歩いてうんはいまたそれはクソほど田舎っすねはい、うん、そうですででにあの夏にはカブトムシが飛んできますからなんでそこに住んだんですか実家とかっすかなんで、はい、なんでここに住んだかっていううーん、はい 最初は都心にいたんですけど、子供が小さい頃は、都心にいたんですけど、はいうん、私のあの、両親が、こちらの方に移り住んだので、はい、近くにということで、はい、あ、シングルマザー移り住ん、いえいえ、違います、主人います。はい、主人の職場までどのぐらいなんですか、はい、主人の職場は、はい 車で車で4四5 0分、はあ、はいでそんなところに住んじゃったんですかシンプルにえっとまあ、はい、<laughs> 経緯としては,はい、はい、えっともともとみんな町中にいたんですけども、はい、私のその身内両親兄弟の身内はみんな町中にいたんですけど、はい えっと、まず、うん、私の父の会社が倒産してしまってなるほどで、えっと、私の姉長女が、はい、その田舎の方に家を買ったのでそちらの方で<ー>、えっと、倒産した父母を見ると、うん、るいうことで父母を引き取ってああ,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 あじゃあお,お父さんお母さんと一緒に住んでるんですか そうですね父はもう亡くなったんですけれどもはいで父が生前まだこちらのほうに田舎のほうに田舎のほうに来たので私たちも親のそばにということでこちらに引っ越してきた形になります何かやりたいことあるのかって息子さん何かやりたいことあるんですか将来的に うん車の整備士になりたいって言うんですけどもだとしたらもう工業高校行ったわけじゃないですかそうなんですけどその工業高校に行くほど頭がない、はいはい、お工業高校そんな高いでど成績が良くないそんなに偏差値高くないですよねいや本当に 勉強できないんですね、うん。学年何人くらいいるですか。今学年百三十人ぐらいです。で、大体何人くらいなんですか。うん。そのテストの時によるんですけれども。今、はい、まあ、大体、大体いいですよ。末月から十位。おお。おお、それは。もう、本当に。すごいですね。はい。ああ、なるほど。<laughs> はいすごいんですもうそうか番 <laughs> はい、うん、もうば笑い事じゃない本当はいうんでも車の整備士になりたいっていうのは多分本気じゃなくて単純に消去法の中でそれが残ったっていうだけの多分話な気がするんでああですね多分本気でなりたいと思ってたら多分勉強必死でやるんで自分が足りなかったらそうですねああだから多分消去法の中でそれが出たっていうだけの話で はい、だからもうちょっとなんか多分コミュニケーション一生懸命取ってみてで、はい、っていうところからまず始めないっていうかもうっていうか今11月っすけどね <laughs> そうなんですもう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 どうしようもない時期に来ててんなんでそこまでほっといたんですか逆にいや,ほ,いやほ,ほっといたと言われたらあれなんですけどでもコミュニケーション取りました どうして行きたいのかって撮りましたで、ちゃんと息子さんに喋らせましたでも、喋らせたつもりですそう、どうして行きたいんかっていうことは、はい、もうこの先どうしていくんかっていうことは、はい、で車の整備士になりたいて,いいて車の整備士になりたいっていう話の中から本当にそう思ってるんだけど、はい、やることって悪くないっていう話とかって詰めました 言いましたでそれで何て言ってました勉強頑張るってでどうなりましたで変わらなかったですうんってことはそれ整備士で多分本当になりたいわけじゃないじゃないですかだからそうですねそ本当にねじゃあ何をしたいのかっていうのは何をしたいですか本当は息子さんは分からないですだから詰めれてないですよだめですねうん だから家庭教師をつけるとかっていうのはそれってなんか話がちょっと違くて、はい、俺に言わせればまずそこの本当は何したいのっていうところを突き詰めてからじゃないと実際それで勉強やってないってことは。 本当にじゃあ、ね、はい、整備士になりたいって言うんで、でじゃあ自分が工業高校に行ける脳みそがないっていうんだったら、学力がないっていうんだったら、はい、そこを家庭教師つ、むしろ自分からお願いしてくるはずなんですよ、どうしても成績上げないと、ね、車の工業高校行けないからっ,って、はい、その話になるはずなんですけど、はい、それ、多分あなたがつけた話ですよね、家庭教師っていうのは。息子さんから家庭教師つけてほしいって言われたんですか 最初、塾にいてたんですけど、はい、やっぱりそこの、やっぱり塾っていうのは人数がたくさんいて、うんはい、で、引っ込み思案な子だ、子なんで、はい、自分でわからないことも言えないって本人が言ったんですね。はい、だから、じゃ家庭教師だったら、はい 自分が勉強でわからないこととかも一、はい、対一だから教えてもらえるかなって言って、うん、でそうすることでその勉強を。ごめんなさいなんかすげえよくわかんない話が長いんですけどはいえすみません<は>い,いえ,えと、はいえ息子さん主導で始めたわけではなくて、えー、とあなた主導で始めたってことですよね塾にししてもそうだしあの 家庭教師にしてもそうだしまあそうですねそうですよね言い出しっぺは私ですそういうことですよねはいで結局だから息子さんが本当にやりたいことが解決できてないんであのはいそれじゃあ勉強しろ勉強しろっつったところで多分やんないですよねはい多分ねそうですねだからまあ ごうびっくりした。もしもし。死んだし。しん、死んだんだが。し、死んだんだが。 来ない終わった当たり終わったうんどうしたらいいボーカーどうしたらいいのかこれはうんでもあのロブロックスロブロックス超つまんなそうだった <laughs> ダウンロードしようかなって思ったけどロブロックス超つまんなかそうだった グラフィックがクソだったうんロブロックス、うん、マジで超つまんなそうコラってなんでなんでコラって言われた俺何ロブロックスがつまらなそうって言ったらなんで俺コラって言われんねん意味がわからん、うん、なんでなんでロブロックスがつまらなそうだとコラなのかがちょっとよくわかんないけどうん死んだほんで、うん、死んだの どこ行った、うん、<laughs> どこ行った俺はどうしたらいいのこれは相談終わっていいのか<笑><笑><笑>いや多分ね違う話しにくいっていうか違う多分ね全部自分が話しちゃうんだよね。 おそらく、うん、なん息子がなんか多分引っ込み事案っていうところでなんかそういう認識をしているせいで多分引っ込み事案だから喋れないんだなっていうところで全部自分が喋るんだよ多分そうだから黙ってりゃ勝手に話は終わるっていうだから黙って話が終わるのを待ってるっていうだけ多分 普段で結局 <laughs> そんな感じになっちゃってんじゃないかなって俺は思うけどはい<え>なんかひげ剃ってます,ヒゲ剃ってます ひげ剃ってます。何これ。じゃ僕が聞きたいですね。あれ。ひげ剃ってます。どうしたらいいの。剃ってます。ひげ剃ってます。ひげ剃って。もしもし。はい。はい。すみません復活しました。いや復活してないですね。いや復活してないですね。してないですか。僕の声がすげえ返ってきますし。すみません復活しました。あのひ剃りをずっとなんかはい。ひ剃りが。 どれだけ言ってますかチンコ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 いですチンコチンコチンコチちコチン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 チンコチうコチン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 コチ 再起動かなんかしてま、してきてもらっていいですか。再起動。はい。今どうですか。だ、だ、だめですんで。だめですか。だからライン、ラインを再起動かなんかしてもらって。ライン、ライン、ラインじゃない、あのツイキャスと、あとはあのアプリと端末自体を再起動してもらっていいですか。なこれ。ちょっとこれなん、これじゃねえよ、お前、クソが。 再起動してこいつっ,ってんだろううるせえなチンパンジーかこいつ、うん、マジで再起動してこいつって,ってねうんだ端末とアプリを再起動してこいつって,ってねチンパンジーがあっか 寮付きの高校まあそれでもいいと思うけどね普通にねうんそうっていう豊田大学校って専門学校ある、うん、でもこう専門学校ここ今中学3年生だよ、うん、年齢制限ないああそうなんやえ入学資格は高校卒業程度とかないの豊田自動車が経営してる学校へえそんなのあるんだねまあそうか うん、まあそれより全良制ってこと量があるってことそうなの、ね、確かにね量があるとこで別にいいやんなっていう通うの無理なら量あるとこに住みいゃいいじゃんそうすりゃそのなんか謎のあの喋りすぎばばあとも多分決別できるからうん量ありますああほんとじゃあいいんじゃねねそういうとこでねうんえで何それ学費さえ払えば誰でも行けるみたいなそれとも入学試験みたいなのあんのかな まあ、なきゃ多分全国からすげえ数が集まってきちゃうだろうから。まあ、ある程度、足切りはあるのか。うん。<laughs> コミッションに量はきつい、確かに。で、ババアどこ行ったんじゃいバ,バアはどこ行ったんじゃい、うん、くそババア。どこ行った、うん、バ,バアは。 地獄なんだけど地獄地獄タイム、うん、バーバアどこ行ったんだよほんでめんどくせえなーバーバアおバーバばどこに行った違う話していいのバーバアお前マジで 違う話にもいけねえっていうさマジでトヨタのやつやっぱり普通の専門学校だから中3無理じゃねえあやっぱそうなんだふん<ー>あそうなんやじゃあやっぱ高校卒業資格が必要ってことねなるほど、うん、あでも美容院美容師の学校って結構卒業資格なくて高校卒業資格なくてできるからだから中卒でそのまま美容専門学校行くことできるんだよねそうっていう。 先ほどのババアは私です充電が切れ慌てて充電したら次男が起きてきて明日の用意がうんたらで次の話にしてください本当に申し訳ありません。地獄えでもさあのー、ここに来てさどうしたらいいですかねっていうしまあことなんだろうけど進路ね進路ここへ来てどうしたらいいんでしょうっていう相談なんだけどそれ俺神様じゃないから残りねもう11月も半ばだからねうんそう。 11月も半ばだからおだからちょっと何、うん、でもっと早く来なかったんっていうところかな <laughs> 俺は、うん、ここでだってここからもうどうしようもなくないっていう、うん、マジで、うん、ちょっと物事こう考えがちょっと 足りなすぎるっていうのと楽観的に考えすぎてるっていうところとあと多分お母さん喋りすぎっすよ多分うんマジでうんお母さんが多分何でもかんでもやりすぎっすおそらく俺がこういうこと言うと私は一生懸命息子のためにやってるのにって思うかもしれないですけどえっとあなたがその通りなんですあなたが息子さんのために 一生懸命やってるんですであなたがやりすぎてるせいで息子さんは自分のことを一生懸命にならないんですはい一生懸命考えるって言うんだったらいいんですけど一生懸命やってるんですよあなたは息子のために息子のためとして息子のためだと自分を自分を信じ込ませて息子のため になるだろうと勝手に自分で思い込んでコミュニケーションを取らずにまあ、取らずにっていうか一方的にあなたが喋りまくるだけで息子に喋らせずにでしかもそのね息子がひ息子が引っ込み事案であるっていうキャラクターを勝手にあなたがつけ,つけてそれに対してだから私が何かしてあげなきゃなんとか喋ってあげなきゃ何かこうコミュニケーションしなきゃっていう話になってるだけなんで多分まあ、そういうことっすだからその 息子のためにっていうのをちょっと、うん、ちょっと履き違えてしまってるかもしれないです。うん。っていうことかなと、俺は思いましたけどね。話をちょっと聞いてて。はい。ということでございました。なので、まあまあ、あのー、まあ今一応ちょっとちょうど、あのー、そんな話もさっきちょこっとちらっとなったんで、あれなんですけど、あのー、このツイキャスのコラボ機能で相談に来る方は、あのー、 何でしたっけコメントで「相談があるんです」とか言わずにいきなり上がってもらっていいっすよ。はいまあただ相談締め切りは0時なんで。はいっていうことでございました。はい、うん、なのでまあそういうことでございます。なので今日あのあちゃんと読んだんだなって俺はむしろ思ったんではいあのコメントで「コラボいいですか?」とか「相談あるんですけど」とかって言ってこなくてあのいきなり上がってきたところ「ああちゃんと見てるな」って俺は思ったんではいあのそれでいいっす。 このここののスタこの感じでいいですいきなりなんかコラボに急に上がってくれてそれでいいです。はい、っていうそれで大丈夫なんでねっていうことでございます。はいということでございました。